안녕하세요가오리입니다今日は久しぶりに多分1年以上ぶりかなぐらいに妹が、東京に遊びに来たので仕事の有給だか仕事の休みを使ってなのでお母さんとお母さんの妹とあと妹と私で、なんだっけなビュッフェに行ってきます。どんな感じのビュッフェなのか全然知らないけど、じゃあ行ってきます。오랜만에천철이라서좀긴장된다어디가야되지천철마이고마이고이케부쿠로가생각보다넓어서지금미아입니다아까전화해서확인해봤는데잘모르겠네요여기가어디지난도쿄에살고있는데도쿄나두리야바야바이야바야바이めっちゃ迷子ザラにたどり着けないザラはどこやばいめっちゃ迷子だわなんでこんな広いんだよ池袋で迷子マンチどこまで行けばいいのなんかまた改札入りそうなんだけど池袋の方から出ればいいとってだ池袋のあるんで池袋그러면이제ザラがどこにあるか分かったから行く階段上がって左달달한냄새난다찾았다짠자라찾았어아예예예응서 중국이다요새계속한국에서쇼핑하니까가격충격이너무컸다同じようなので韓国で1万ウォンぐらいなのにここ3980円とかするめっちゃ高いびっくりしたみんな충격이다カルチャーショックなんだけど超びっくりしてる今今日はショッピングできなさそうだわでもビサ깜놀やばいプリンスホテルのビュッフェだってやばいよやったかーいだってあったかい服持ってないもんこんな寒いと思ういややばいおここかえこれ入り口なこれだシェフズパレット今はいちごフェアかわいい見てあの奥のやつこれ何バラなんか色おかしくなっちゃった黄色じゃん黄色になっちゃう、うん、わこのアップルパイおいしそうわかるいやなんか美味しいやつだよねテカテカしたやつショートケーキ超おいしそうなんだけどめっちゃゴロゴロアップル入ってるこのアップルパイきれいこれえ、美味しそう。これ何が入ってるのか。ムース？チーズ？チーズケーキじゃない？なんだろう。美味しそう。
るんだけど。そうそう、デザートだけじゃないの。これは軽食？サラダ。これお願いします。パスタ、うん、ちょっと待って、やばい、お食事か。え、美味しそう。やばい。そう、クリームで、はい。ありがとうございます。味噌、なんとか味噌パスタとサラダ、そしてフレンチトーストと唐揚げとオムライスとポテトと、あとフルーツサンドイッチで、これが今回のメイン、いちごデザート。これが、いちごのシフォンケーキ、真ん中ムース、いちごのムース、これがいちごのムースで、これは分かんない。で、これがいちごのチョコケーキで、これがいちごのショートケーキです。まず第一波はこれ、じゃーん。ちなみにここは妹の席、妹の席。チキンカレー、結局こんだけ持ってきた。カレー、サラダ、パスタ、いちごデザート、オムライス、唐揚げ、フレンチトースト、フルーツサンド、スープ、ウーロン茶。これ見て、ベリーパイみたいな。ベリーパイ、うん、なんでこの控えめに取ってきたの。今からだ。あ、2時間あるか、3時間 ?2 時間か。控えめなうちの取ってきた。食べても何かわからない。これは食べてないの。ムース。うまっ。ムースめっちゃ美味しいね。うまい。頼んだら、あのスイーツの方に行ったら、分かんなかったんですよ。ちょっと待ってください。これはダメだって言ってるよ。見えてるよ。なんかみんなというか、あんまり動画撮れないんだけど、とりあえずめっちゃ美味しい。美味しくないものがない。ミルクだけ入れてきた。可愛いこの服。こういうタトゥー入れようかな。ヤクザ。そうだよ。可愛い服。ごちそうさまでした。